ニューストピックスです全国のアカペラグループが集う金沢アカペラタウンが8月26日と27日金沢市内で開かれました今回はこの話題について社会部の児玉記者に聞きます児玉さんよろしくお願いいたしますお願いします夏休み最後の週末をにぎわせるイベントとなりましたね はい初日の26日は片町きらら広場や高林坊アトリオ広場などにストリートステージが設けられました学生や社会人のアマチュアグループのほかゲストのプログループナギー・レーンとシュガーズが代わる代わる登場し約9500人の聴衆が爽やかな歌声を楽しみました。はい 参加する皆さんにとってはこう実力を試す機会でもありますよね、うん、はい石川県文教会館で開かれたアカペラコンクールには一次審査を通過した岡山愛知新潟京都東京福岡北海道の8組が出場しトーナメント形式でハーモニーや歌唱力表現力を競いました東京のグループ日曜日のバカンスが金賞 新潟のクインテッツが銀賞を獲得しました、はい、さあそして2日目の盛り上がりはどうでしたか、うん、はい。2日目も金沢駅もてなしドーム大見町市場館広場などにストリートステージが設けられ出演者が昭和の歌謡曲や洋楽アニメソングなど幅広いジャンルを歌い上げ 観光客らが足を止めて聞き入っていました、はい、片町キララ広場ではベースボイパタックトーナメントが行われ出場者がベースと打楽器の音色を声で表現する技術を競いました、えー、難しそうですねそして夜になっても明るい歌声が聞こえていましたはい、市役所庁舎前広場で午後5時から行われたファイナルステージには前日のコンクールで金賞に輝いた日曜日のバカンス 銀賞のクインテッツなどプロアマ八組が登場し息のあったパフォーマンスを繰り広げました、はい、最後はゲストのナギーレーンとシュガーズが同時にステージに上がりゆずの夏色で歌声を合わせました、えー、ファンはたまらないですねすごいコラボです、まあ、まだまだ暑い日でしたけれどたくさんの人が足を止めて楽しんでいましたね、はい、各会場には2日間で約2万人が来場し青空の下で豊かなハーモニーに 切っていました。はい、ストリートステージには3年ぶりの開催だった昨年は90組516人が出演しましたが、今年は約120組660人とより多くの出演者が集い、万華の城下町を美しい歌声で彩りました。はい、わかりました。今回は社会部の児玉木さんに話を伺いました。児玉さんありがとうございました。ありがとうございました。